BS 朝日アメリカの今を知るテレビや週刊文春などの連載でおなじみ、カリフォルニア州在住の映画評論家町山智博さんに海外の映画やカルチャーを語っていただくアメリカ流れ物のコーナーです。町山さん。はい、町山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週はバレリーナと私はモーリーン・カーニー正義を殺すのは誰の2本をご紹介いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。で、私もデカミちゃんも、はい、両方見ましたね。両方、はい、両方見ました。モーリーン・カーニーの方はちょっと試写状をそうなんですよいただきまして、はい、試写で、はいはい、させていただきました。いや、なんか終わった後に、うん、そのこれが実話を元にした物語だという重みがちょっとね、あまりにも、うん、モーリーン・カーニーの、はい、うーん、はい、あ、バレリーナもね実話がちょっと元なんですよ。あれは、あ、その韓国のいろんな事件ですよね。そう、 N バンベア事件ってやつですね。そうですよね、はい、ただあの本当の話と違って、うん、あの復讐の女神がやってきてね、うん、全部皆殺しにしちゃいますけど悪いやつをね、うん、バレリーナの方はやっぱ強い女見られると嬉しいなと思って、うんうん、この2本ともどちらもすごく強い女性が出てきますけれど、ね、またそのフィジカルで強い人と、はい、あの信念が強い人と、うん、なんかまた別の強さがあってどちらも良かったです ね、 ね、うん、そうそう。あとやっぱりモーリン・カーニーの方は、はい、その、はい、モーリン・カーニーの家族がすごいこう支えてたというのが良かったなとは思ったんですけど、はい、なんかね、もういろんなこの映画になっているのがこの件なだけで、はい、その世の中にはこんなことがいろんなところであるんだろうなと思うとすごく虚しい気持ちにもなったりしましたね。 あれすごく怖いのはあの事件はアレバっていうそのフランスの、はい、半官半民の原発会社が中国に密かにですね、うん、原発の技術を売り払っちゃおうとしてて、うんうん、それをモーリン・カーニーっていう、まあ、労組の人は、まあ、暴こうとすると、まあ、レイプされてしまうと、うん、はい、口封じのためにね、うん、でそこでちょっと怖いのはそのアレバっていう会社の社長いきなり死んじゃうんですよね。ねえ、ね、急にね。そうなんですよ、びっくりしましたよね。でしかもそれを、まあ、その中国に売り払うっていうのを、まあ、内部告発してくれたその、うん、まあ、フランスの、まあ、電力公社の社員なんですけど、はい、あの人はね、はいはい、が突然また死んじゃうんですよ。うん、あれもざっとしましたよね。怖ーとか思って何らかの、ね、プロがいるわけですよ、そういうことをする人たち。現代の話ですよっていうか、ね、数年前の話なんですね。数年前の話っていうのが恐ろしかったです。順番的に私モーリン・カーニー見てバレリーナをもう連続して見たんですけど、はい、なんでその、まあ、なんかモーリン・カーニーで感じたものを消すわけではないんですけど、はい、バレリーナがやっぱすごい爽快な物語なんで、はい、すっきりはしました。全部復讐してくれるから、そう、片っ端から復讐してくれるんで、すっきりはしました ね、 ね、もうバレリーナでも画面がすごい美しかったです。いや、ね、美しかったです。でなんか例えばあのベイビーワルキューレとかガンパウダーミルクシェイクとか、はい、その、うんうん、あ、はいはい、いろいろな映画のあここはこれをきっと、ね、まあ、オマージュしてるんだろうっていうようなシーンがたくさんあってそこも良かったですね。良、はい、かったです。タランティーノにかなり影響を受けて、はい、タランティーノの映画にね必ず出てくるショットってなるんですよ。はい、あの西部劇以外のやつには大抵出てくるんですけど、はい、車のトランクの中にカメラマンが入って、はいはい、トランクを開けると、はいはい、あのっていうショットがあって、はい、あれが出てきたでしょ。ああ、ありましたね。あれを撮る人はあのタランティーノマニアなんですけど。ああ、そうなんだ、はい、そうなんだ。でね、火炎放射器っていうのもタランティーノがやったんですよ。ああ、そっか。結構最後の方でね、要となってくる火炎放射器。すごくタランティーノマニアではあるんですけど、うん、あの画面の美しさはもう本当今年公開された映画の中でトップクラスですよ、バレリーナは、ね、なんかセットの作りも素晴らしかったですね。ね、ね、あ、セットがすごかった。うん、あの友達のバレリーナの、あのアパートの部屋とかね、はい、ね、すごい良かったですよ。ね、あと、まあ、うん、敵の基地がなぜかね、あの馬 の、うん、あのね、演習場で、まあ、それの撮り方もすごくてね。はい、うん、あと主人公 の、 あの、まあ、殺し屋かなのかな全然わからないんですけど、うん、プロフェッショナルが武器を買おうとすると
売りに来たのはただのおじいちゃんとおばあちゃんで、ポンコツの武器しか売ってくれないっていうところもすっげーおかしかったです、うん、ねえ、よかったです、ね、なんか監督さんがまだお若いから、ね、なんかこれからどんな作品がどんどん出るのか楽しみだなと思いました、うん、楽しみですね。このバレリーナはちょっと写真見てくれたと思うんですけど、はい、イチュンヒョンさんね、とにかく見た目が良すぎて、とにかく美しい、ね、監督自身も美しいというのが ね面白かった、はい、K-POP のアイドルと言われても全然わからないぐらいなんで、はい、いそうな感じの、そうで韓国でもあなたは監督やるよりも出た方がいいんじゃないのとか言われてちょっといじられたりしてるんですね。そうそう、だ僕は性格的に、ね、こうして撮った方がいいというかね、そういうアイデアが出ちゃうから、あ、性格的に向いてないから監督やりますって言ってましたね。なるほどね、はい、このバレリーナはネットフリックスで配信中なので、うん、まだの方はぜひご覧ください。はい、ということで今日は、はい、バレリーナも、まあ、私はモーリン・カーニーも、はい、実はあ、まあ、非常に嫌な実話が元なんですけど、うん、今回はもう超嫌な実話の映画化で、うん、はい、もうすでに先週20日から日本でも公開されている、キラーズ・オブ・ザ・フラワームーンという映画を紹介します。はい、はい、これはレナルド・ディカプリオ主演なんですが、ディカプリオってでどういうイメージですか、どういう俳優さんなんですか、あのお二人の世代では。でもやっぱ一番代表作というかタイタニックの、うん、あの、はい、本当に美しい俳優さんっていうイメージ、 あとは最近のその若い恋人とばかり付き合って別れるというイメージ、はい、そうすごいちょっと極端なイメージを持ってますね私は。あと、はい、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートとか、ね、うんうん、 あ、はいはい、あのこうパーンと弾けたその大人になってからの、はいはい、レオ様、はい、うん、かっこいいな、はい、俳優として、うん、感じ。ウルフ・オブ・ストリートとかなんかこんなことやるのって SM されたりしててね、はい、ここまでやる必要があるのかと思ったんですけどね、はいはい、まあ、ディカプリオはとにかくね、うん、その辺ではねすごいことで、その2枚目とかいい役とかをあえてやらない方向に振ってますね最近はね、はい、でこの映画でやる役はね、これね、キラーズ・オブ・ザ・フラワームーンっていう映画はちょうど100年ぐらい前に1920年頃に FBI というね、はい、まあ、アメリカの連邦警察があるんですが、それが発足した時の話なんですよ、実話です。はい、実話だ。アメリカってそう、警察がね、うん、各仕事各州ごとに警察がバラバラなんですよ、うんうんうん、だからその州境とか町境を越えると警察はそこから先追跡できなくなるんです。あー、でそういう状況だから州を越えて逃げちゃえばいいんですよ、悪いことしても。なるほど。でも FBI はそれができなくしたんですけど、うんうん、それができたのは1920年代なんですね、うんうんうん、でそれまではもう各州各その市の警察が独立して動いてて、うん、だから腐敗しちゃうんですよ。あ、ね、で、その時の話で、最初彼は、この映画のヒーローであるその FBI の捜査官を演じてほしいって言われて、はい、まあ、彼は引き受けたんですけども、うん、ディカプリオは、はい、それよりも僕はそうじゃない、もう一人のアーネストという人の役をやりたいと言い出して、彼が、それで彼の主人公のアーネストという人を主人公にした話に全部作り変えたんですよ。原作は FBI の話なんです。自分で、自分でガラッと変えちゃったんですね。犯人なんですよ。ほう、犯人、はい、でこれどういう話かというと、もうすごくややこしいんで、はい、説明だけで終わっちゃうと思うんですが、時間が、はいはい、まずオセージインディアンと言われるオセージ族と言われている先住民の人たちがいるんですね、はい、でこの人たちはカンザスというアメリカのちょうど真ん中あたりにあるところに住んでた人たちなんですけども、うん、はい、1870年代に強制移住させられて、オクラホマ州という、まあ、西部の一番荒野のひどいところに、全員でもう移住させられちゃうんですよ、うんうん、で実は1830年から1870年にかけてアメリカでは各地の、その先住民の人たちをそのオクラホマに強制移住させてるんですよ、うんうん、土地が欲しいから、はい、ひどい話でね、うん、はい、でまあ、オクラホマというのは本当に荒れ地で、うん、もう何にもできないようなところだったんですよ、うんうん、でそこでもうそれまで肥沃なところで育ってきた、先住民の人たちはもう地獄のようなサバイバルをさせられて、ものすごく死んでるんですけど、
ところがそのオセージ族が住んだ土地で、1800年代の終わりに石油が出ちゃうんですよ。おね、はい、でその頃は石油はそんなに価値のあるもんじゃなかったんですよ、うん、ガソリンエンジンがまだなかったから、はいはいね、ところが、そのオセージ族が裁判でこの石油の権利は我々にあるというふうな訴えを起こして勝っちゃうんですね、うんうん、で、その石油の権利の 10% かなを得ることになってから自動車が発明されちゃうんですね。おお、大きい。はい、でフォードが自動車を大量生産して自動車の時代になっちゃうんですよ、はい、で石油が大量消費の時代に突入してこのオセージインディアンの人たちオセージ族の人たちは莫大な利益を得るんです ね、 一気に立場がというか、ね、そうなんです、うん、それまでもう本当にもう着るものもなく食べるものもなかったんですけど、うん、彼らは、そこからもう車に乗ってですね外国旅行をしてお屋敷に住んで、うん、白人のメイドさんを使うっていうぐらいになっちゃうんですよみんな、うん、でそこでなんだよねやろうっていうものすごく悔しがるわけですね白人が、うん、追いやったけれどってことですよ ね、うん、ね、でそこで牧場を経営してるヘイルという男がいて、はい、それロバート・デ・ニーロが演じるんですけども、ね、であの野郎どもの、ね、金を踏んだくってやりたいなと思ってるわけですよ、はい、それこそインディアンのくせにみたいな差別的な考えで、うん、ただ彼は、逆にですね、うん、その先住民の人たちの、まあ、相談役になってですね、うん、はい、でオセージ族の言葉まで覚えて彼らの儀式とか集会にも、まあ、出席してですね、うん、ものすごく信用されるんですよ、はい、白人はもう差別してるやつばっかりだけど彼は本当に俺たちのこと分かってくれるってことで、うんうんうん、でも本当は金を狙ってるわけですよ、ね、もし淡々とやってるわけですね。そうなんですよ。でそこにディカプリオが来るんですね、うん、ディカプリオは第一次世界大戦に行って帰ってきたそのヘイルの甥っ子なんですよ、はい、ヘイルには息子がいなくて、うん、で、ディカプリオ扮するアーネストという男には、まあ、家族がいないんですね、うんうんうん、だからその悪い悪いそのデニーロ扮するヘイルという牧場主を自分の父親のように慕うんですよ。うーん、そしたらこう言われるんですよ、うん、はい、そのヘイルと親父からね、親父代わりのおじさんからね、はい、お前なあのオセージの女と結婚しろって言われるんですよ、はあ、誰かがダマくらかして、はい、ね、それで彼らの財産を相続するんだと言うんですね、うん、でそういうこと言われてなんだ困っちゃったなみたいに思ってるんですけど、うん、ディカプリオは、はい、ディカプリオはじゃねえやアーネストはディカプリオ扮するアーネストが、そう、そうしたらすごいお金持ちのお嬢さんがいて、モリーさんという人でね、これ本当に先住民のリリー・グラッドストーンさんが演じてるんですけど、このモリーさんを好きになっちゃって、うん、本当に好きで愛してしまって、うん、結婚するんですね、はい、で仲人はこの、 あのヘイルっていうロバート・デ・ニーロが勤めたりしてるんですけど、うん、で、結婚して幸せに暮らしてると、うん、このヘイルっていう男が何やってんだよお前って言うんですよ。金目当てで結婚したんだろうと、うん、ね、家族がいっぱいいるだと、そのお前の嫁さんの家族、うん、一人一人どんどん殺してっからさ、いいじゃん、はい、結婚でそれでちょっとその生活に入るで十分なんじゃないのって思ったけど、いやいやいや、それだけ全部取っちゃおうってことです。悪いデニーロですね。悪いな、はい、デニーロめちゃくちゃ悪くてですね、最初の頃はねこう自殺に見せかけたりね、事故に見せかけたり、あの病死に見せかけたりね、うわ、いろんな複雑なことをやって、はい、次々と、でも次々と死んでいくんでおかしいわけですよ。そうですよ、死因はバラバラでも、そんなわけがないですからね普通、うん、そうなわけねえだろと。で元気な人たちもなんか体の調子がおかしいんですよ、いろんな形で毒を持ってるんですね。うわ、怖いですね。はい、うん、でこれはちょっとおかしいわと。そのモリーさんって人は非常にその教養のある人で、はい、これは絶対におかしいって最初警察に捜査を依頼するんですけど、警察は完全に丸め込まれてるんですよ。わ、ね、でこれはじゃあまず私立探偵を雇おうってことで、うん、私立探偵を雇うんですけど、私立探偵はボコボコに半殺しにされて、事件から手を引くんですね。で、まあ、いろんなことで頑張ると、その、まあ、
その状況に逆らおうとした人が次々と死んでいくっていう事件になってくて、でもう私自身も体がもうおかしいのと、はい、ね、したらもうこれはアメリカ政府に行って、連邦政府に行って、うん、ワシントン、首都ワシントンに行って、うん、ね、直接議会で訴えて、うん、謎のもう殺人事件が続いてるのに誰も捜査してくれないと、うん、いうふうに大統領に直接訴えましょうって話になるんですよ、うん、はい、そしたらもうロバ・デ・ニーロはね、お前の嫁はねってディカプリオに言うわけですよ、はい、とんでもねえ嫁だなと、うんうん、俺たちなやられちゃうぞと、だって殺しを実際にやってんのディカプリオなんです。いやー、わー、これ実話ですか。実話なんですよ。うーん、わー、ちょっとデ・ニーロ悪すぎるな。いやでもディカプリオ悪い、だいぶ悪いけど、その自分の手はなるべく汚さずにということですよね。でね、これね、デ・ニーロがね本当にねいい人として振る舞ってて、全然疑われてないんですよ。もう君たちね、王政持続のために私は本当一生懸命頑張るよとか言って演説したりしてるんですよ、ね、でディカプリオもすごくいい夫なんです。ものすごく奥さんを愛して、このモリーという、ね、で子供が2人生まれるんですけど、その子供もめちゃくちゃ溺愛して可愛がって、本当にいいお父さんなんですよ。でもその一方でやってるのは、叔父に言われて、まあ、殺しの片棒を担いでるんですよね。うわ、っていうね、すごい、もうディカプリオなぜこの役をっていうね。確かに、ね、でディカプリオ実は悪い人じゃないんです、全然。殺したり、その悪いことするたびにめちゃくちゃ悩むんですよ。あ、両親泣いたりしてんの。あ、なんか普通に考えたらそんなことできないって突っぱねれるんじゃないかとか思うけど、うん、やっぱこの時代の、まあ、なんか推しと甥っ子って関係性とか、はい、他にこう家族がいないとかも、はい、あるんですかね。そうか、板挟みになっちゃう。あとね、ディカプリオ子役時代にね、デニーロの息子役をやってるんですよ。ほわー、熱いです、ね、すごい。それもね、デニーロが嫌な嫌な意地悪親父で、はい、ディカプリオが徹底的にその虐待されるって映画なんですよ。コントロールされて。続きみたいですね。ね、この映画の中ですよ。続きか、この映画と思いましたけど。ね、だからもう精神的に完全にコントロールされちゃって、デニーロに、ディカプリオが、はい。もう何にもできないんですよね。で、その、お前の嫁は俺たちを追求しようとしてて、ね、もうそれこそ連邦政府まで引きずり出してきたと。はい、お前分かってんだろうなと。お前の嫁は、あの、糖尿病だと。うん、あのね、先住民の人たちって糖尿病率がものすごく高いんですよ。あ、そうなんですか。日本人も高いけどね、はい、結構ね、20% ぐらいですよね、はい。先住民の人たちってね、50% 近いんですよ。糖尿病率が。結構、いや、そうですね。結構。そう。で、その糖尿病だからインシュリンの注射を打つだろうと。はい、ね。その時に、毒を混ぜる。うわぁ。だからちょっとそういう、なんかね、見せかけやすいんですね、糖尿病の人が多いと。そうなんですよ、糖尿病って突然死があるんでね、そうですね、心臓止まったりするんで、うん、ね、で、えっつって、俺の奥さんなんですけどって言うと、お前はな、金目当てで結婚したはずなのに、なんか愛しちゃってよ、なんか子供2人も3人も作って、何やってんの、お前って言われるんです。おじさん、おじさんも気づいてよ、愛というものに。ね、本当だよね。ね、人生は石油だけじゃないよ。ないんだよ。ねえ。でね、泣きながらね、その毒入りのインシュリンの注射を自分の奥さんに打つんですよ。でか。打つんですか？町山さん、これ喋っちゃっていいんですか？これはまあ実話だからね。あ、そうですよね。そうですよね。そうか。実話だからね。調べりゃ出てくる感想。そう。いや、まあ予告編で結構わかっちゃうんですよ。そうなんですね。この映画の予告編のすごいのは。俺どこじゃない、結末まで全部わかりますよ。あれ、私予告編結構見てて、この映画、はい、映画館で、はい、でもやっぱ、はい、ぼんやり見てるので、予告編面白そうだな、見に行こうかなと思ってた作品なんですけど、でも確かにデニーロが悪いことだけはすごいわかりました。予告編だけすっごい悪い顔してて、ねえ、うん、ねえ、でもいい人だと思われてるんですよ。うわ、温厚そうなんですよ。怖いな、ねえ、見たいな。これね、どんどん板挟みになってんだけど、デニーロはその奥さんがどんどん弱ってくのを抱きしめて泣いて、シクシク泣きながら、なんか、言うんですけど、自分が薬打ってんですよ。でも一番おかしいのってって感じしますよね。もうちぐはぐになっちゃってるから、ね、そう、うん、それでね、
あまりにもその罪悪感がもう強くて、本当にもう奥さんが病気になっていくのは悲しくてしょうがないから、自分もその毒一緒に飲みますよ。うわもう何やってんだお前はと思いますけどね。どうなっちゃうんでしょうね。俺どうなっちゃうのっていう、ね、ヘイルの思い通りになりそうだけど、でも原作は FBI の話なんですよね。 FBI の話なんですよ。どこで FBI が、で奥さんが行ったから FBI がとうとう来るわけですよ、はい、あね、はい、やっぱり FBI もねプロだからね、はい、一番弱そうなところから狙ってきますね。はあ、ね、というね、結構まあきつい話で、しかもこれ3時間半もあるんですよ、うん、いやすいません長い長い、もうめっちゃ長い長かったと思ってしまいます。やはりなんか面白そうだなとすごい思うんですよ、うん、3時間半かって思っちゃう、ね、でもやっぱこうやって背中押されないと、うん、自分だけの一時情報で3時間半だったら諦めてたかもしれないから、うん、今日聞いたことで ね解説をかなり見たい思ってますけど、まあ、でも3時間半は僕はねこれもう映画2本分ですからね。ねえ、ですよね。もうちょっとだと長かったのかって正直思いましたよ本当に。ねえ、元気ですよ ね作ってる側が。いや、このねマーティン・スコセッシ監督という人はね、うん、昔グッドフェローズとかカジノとか、はい、そういう映画でね、20年30年ぐらいをわずか2時間で一気に見せるっていうものすごいね、うん、圧縮映画を作ってた人なんですよ、うん、はい、それなのに何なんだ今回はって思いました。結構しっかり時間を使って使ってね、たっぷりと。でも監督早送りみたいな映画撮ってた人ですよこの人って、昔は、まあ、実話を元にしてるからこそ丁寧にっていう部分とかもあったんですかね。いやいや、グッドフェローズも20年か30年ぐらいその2時間で圧縮して見せてたんですよ。そっか、なんで最近ね長くなっちゃって、この人3時間ぐらいなの毎回映画が。そうそう、どうしたんだよってね、年取ってくるとやっぱりなんかいろいろペースが遅くなるのかなって思いますが、はい。でもねこれね、ディカプリオがね本当にね苦しそうで、見てるとねもう見てらんない映画なんですけどね、はい、でかっこいい役をわざわざ捨ててね、はい、このまあ非常に複雑な役をやって頑張ってますんで、はい、見てあげてくださいって、お前何者だよ、はい、いやでも私はやっぱイメージがね、そのイケメンのっていう感じで割と止まっちゃってたんで、はい、ちゃんと見たいと思います。今回わざとブサイクにするためにつけばしてます。へえ、つけば、へえ、そう、そ爽やかな肌ってやっぱりねどうも2枚目に見えちゃうんで、そうかそうか、歯が綺麗だと汚い歯にしてますね。へえ、これは楽しみです、はいね、うん、はい、ということでキラーズオブザフラワームーン、フラワームーンっていうのはね、あの先住民の言葉で5月の満月のことなんですけどもね、はい、その頃にまあ非常に集中して殺人があったということで、はい、そうか、3時間半、はい、戦いです、はい、はい、した町山さんには公開中の映画3時間半ありますが面白いと思います、うん、キラーズ・オブ・ザ・フラワームーンご紹介いただきました。町山さんありがとうございました。ありがとうございました。どうもでした。以上、アメリカ在住の映画評論家町山智博さんのアメリカ流れ物でした。